劇場版稲妻イレブン GO VS ダンボール戦記ダブルオーディオコメンタリー、イエーイ、イエーイ、というわけで始まりました。はい、松風天満役の寺崎由香です。天満、イエーイ、天満くん。レベル5の日野です。今回は、企画、監修総監修、脚本で関わらせていただきました。山の番役の久保田恵です。よろしくお願いします。はい、カイドウ陣役の小田久文です。よろしくお願いします。神道オタクト役の西上美月です。よろしくお願いします。神様、神様。鶴木京介役の大原隆です。よろしくお願いします。監督の、宮尾義和です。お願いします。始まりましたね。はい、劇場版稲妻イレブン VS ダンボール戦記ダブル、すごいタイトル、長い。いやこれ、ね、長いですね。なんでこんなことになったんですかね。まさかの2つの作品が融合するとい う, う、ね、これ僕は本当先に言っておきますと、実は反対だったんですけど、ね、反対だったんですけど、やっぱり今子供たちに人気の2作品をね、やっぱりこう一緒にするという、まあね、偉い方々と一緒にやるべきだということになりまして。なるほどなるほど。結果、僕はすごく満足してるんですけど、宮尾監督とかもすごくいい映像を作っていただいて、素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。初っ端から熱くなりますからね、これ、そうですね。なんか制作が決まっての感想みたいな、ダンボールチーム、初心者なんで、いやいやいや、ここはなんかこう、多分こういうのが初めに言った方が楽ですよ、みたいな。そうですね、ダンボールとしては、はい、本当に映画デビューで、もう本当に素直な感想だと、まあ本当嬉しい、もうそれにつきますよ ね, ですね。もうあとはやっぱりこの全然ジャンルの違うものが合体するってどうなんだろうって、いろいろ妄想を膨らまして、出来上がるのを楽しみにしてました。始まる、全く情報がない段階だと、はい、超次元サッカーと LBX、ね、どう戦うのっていう、それ私も思いました。やっぱりずっと話題でした、ね、そうです ねどうするんだろう、ね、最初の段階だとなんか敵同士みたいな感じのなんか PV 的な、そうそう、予告だとね、敵同士みたいな、最初はそんな感じでしたもんね。非常に普通に映画作るよりハードル上がりましたよね。全然もう本当に本当に辛かったですよ、これは。辛かった。なんか微妙に絵のタッチと色を変えたって聞いたんですけど、融合させるために。等身も違うんですよ、実は。そうだそうだ。稲妻チームはちょっと長く違うようには感じないですけど、ダンボールの方が等身高いんですよね。そうですね。身長を合わせたんですか。合わせました。じゃあ天はちょっと背が伸びてるってことですか。そういうことです。微妙にみんなちょっと高校生っぽいですもんね、なんか。そうですね。年が同じなんですけど。あ、なんか言われてみればそんな気がする。特にね、ここで遠藤たちと並ぶところも、遠藤たちも実はちょっとちょっと年上げてる、上げてます。かっこいいな。すべて作り直しております。色は稲妻があります。色については。どっちかっていうと稲妻寄りにさせてもらいました。そうですね、リミットな感じ、戦記の方は結構テレビシリーズ、結構鮮やかなんですよ。で、稲妻イレブンの方って結構渋めだったりするので、比べるとですね。で、もうちょっとどんどん始まってますが、そうですね。見てる方たちはでもきっと気づかず、違和感なく、この融合感をね、見ていたんじゃないかなって。私も気づかなかったんで、言われるまでは。黒があってこそというか、そういう風にしてみんながね、後ろで一生懸命調整して、初めてこう違和感なく見られるというね、ことね。そういう苦労が裏にはたくさんあったんだなぁと、ね、思いますね。はい、2タイトルいるので、本当にね、人数が大変なことになってます。そうなんですよ。なのでアフレコも2つに分かれて、ダンボールチーム、稲妻チームって分かれてアフレコしたんですけど、さらになんかね、子供チーム、大人チームで稲妻チームも分かれてましたね、さらに。大人組と子供組で、実際こう絵になってみて、初めてこう映画になって初めて見て、あ、こんな風にうまくコラボできてるんだとか思うん
ところが多かったですね。そうですね、試写で初めて全貌を見たって感じですよね、うん、だからお互い声優さんね、あの一回も会ってない人はいますいますいます、うん、そうですね。そうでも稲妻普段出てる方が映画だとダンボールで出てたりとか、だから不思議な感じだった。っ、ね、そう佐藤さんはあっちに行ってたりとか、佐藤さんあっち行っちゃいました、そう佐藤さんあっちに行っちゃったりとか、危機がある、そうなんか、そうかそうか、それがちょっと面白かったなって思います。ヒロ君もともとね稲妻イレブンだったのに、そうですよね、ちょっと留学なのかな、分かんない海外で下野さん、ね、そういうのもありましたよ ね, ねだそういう風にしてあの世界大会じゃない、あの大人たちとのこの技のコラボとかのを見てても、あの初めて視野で、あすげえかっこいいとか、そういうのが明らかになってるのか、確かにあの大人組も別撮りというかね、あのそういう形だったので、でやっぱりここのシーンなんかでも、映画の中の扱いでは大人組の人たちはここであの活躍した後は出てこないことになってしまうので、ここもう見せ場はここですね。そういう意味では非常にあの冒頭から力が入ってる、ね、技の応酬ですもんね、形になってますね。最初ここでね掴まないといけないですからね。そうですね、男としては夢のバトルじゃないですか、いわゆる。そうですね、あのすっごい盛り上がります、新旧の世代のぶつかり合いっていう、最初のそういえば脚本ではあれなんですよ、これ天馬たちの反撃も入ってたんですよ。へあ、先輩たちに対する大人と子供で子供が頑張るみたいな先輩たちの、あ先輩たちというかその先輩たちのこう攻撃を受けて反撃まであったんですけど、時間の関係で、それ反撃したかった反撃したかった。天馬がねあのこれから反撃だっていうところでこの2人が、なるほどなるほど、あれってそれって事件性はすごくインパクトあるじゃないですか、まあ確かに、あここから先が見たかったのにっていうお客さんたちの反応っていうのもあるので、子供たちはどっちかというと天馬くんたちに感情移入してる部分も多いから、そこでこうあった方が良かったんじゃないかっていうのもあったんですけど、でもフィルム出来上がってみるとね、このテンポ感がすごく気持ちいいんで、そうですね、これで良かったんだろうなとは思いますけど、多分やっぱり子供たちもこの昔の遠藤くんたちチームと試合をしたいっていう思いがあって見てるから、だからここにねきっと移入できるんですよ ね, ですよね、まあ、若干前後しますけど、あのロッカールームでねポマード塗ってる時間が高円寺さんが超かっこいい稲妻マット入ってる、すごいこだわってあそこコメントしたかったんですけど、もう通り過ぎてました、いいですよ今だけやったら、あの高円寺さんはめっちゃかっこいいですよ。あのこの企画をやるのに一番最初に言いたかったのはあれですからね、あのなぜあの髪型が作られるのか固めてたんだと思って結構衝撃でしたね、あれ解き明かしたじゃないですか、あの髪型を毎日セットしてるのかな、セットしてたんだっていう、セットしてたあれですよ、これを見終わった後にもう一回あの本編見直してニヤニヤしてもらえればいいわけですか次の時は僕剣がここ巻くやつやりましたなんかそこから見てあれ手で巻いてたんだ、結構こだわって毎日衝撃、毎日巻いてる痛いですねそのシーン、そして男らしく登場するアスタ堂々と来ましたねドカンと、着地してますもう明らかに体育会系ですねこの時点でどんだけ強いかって感じがなんかしますよね、この登場の仕方で、うん、でもここにお花があるのが可愛いんですよ皆さんもキーポイントですよね、意外とね胸元とか、ね、お花っていうワード結構出てきますもんね、そうですね、やっぱりそのフランお姉さんというか、まあ3人の兄弟の、結びつきを表す、まあ、一つの、関係が、デザイナーの永野さんも、そこは考えて入れてくれたんだと思います、本当はこの3人って兄弟じゃないんですよ、そうですよね、うん、その部分が分かるエピソードも今回あのカットなので、それはちょっとちゃんと伝えたいところではあったんですけどね、私小説読んで知りました、そうなんですね、サンに関して言えばあのここに至るエピソードの中でね、うん、あのダンボールチームは一回戦ってるんですよ、あなんかテレビ版でオリジナル挟んだんですよ ね,、まあ、そうですね、こんなにたくさんいる青と赤の機体いるじゃないですか、はい、あのたった2機に僕らコテンパンにやられたんですよね、テレビ版はもうサンに、うん、ゼロ話というかたくさん出てくるんですよ、ね、ありましたね、画面的には大変だ、ここで初めて融合ですよ、そうですよね、このシーンですよ、うん、大事ですよこれだってちっちゃいロボットがすごいのが来たわけですから、ここでこんなにたくさんね、そうね、うん、
そうです。ここだってロボットっていうシーン、あの言葉とかをすごくこだわって音響監督の方に撮ってくださってて、初対面で見たことのない、そのこん、まあ、しかもちっちゃいロボットですからね。だからちょっとこれはこだわって撮りたいっていうのでお話しされたのを覚えてるんですけど、そうですね、そしてシナリオでは、まあ、明記はされてなかったですけど、1万機ぐらいいけますかって日野さんが1万機これ実際どのくらい画面で最大ですね、これ1万機ではもう足りないぐらいいますよね。そうですね、実際はもう印象としてはそれ以上います。いやいや、これはすごいですよ。すごい。こっちとしてはですね、たくさん出します頑張りますっていう、あの返しで頑張ります。これって別々の動きをやっぱり作るんですか、一つ一つ。そうですね、もう奥にいるグループだったり、手前にいるその、まあ、レッドソウルブルーノーグっていう2種類いるんですけども、うん、やっぱり攻撃してるやつもいれば、ちょっとこう、剣をまあ持ってるので、ポージングとか一つ一つこだわってます。一つ一つ、すごい。戦ってるから防戦してたりとかのチームもちょこちょこいるわけですよね。そうです、やってるチーム。大きさ間違えると大変なことになるので巨大なのに。来たー、タックシャトル。ラスードの発信シーンがめっちゃ好きで、ねえ、わかります。あれはなんか稲妻にはない、そうそうそう、ないなんか要素っていうか、ドキドキというか、ここからの流れがもうすごくいいんですよ、ね、好きです。この段ボールが入ってくるところ、やっぱりダックシャトルってこういう使い方したらやっぱりかっこいいと思うんですよね。かっこいいですね。そこがきっかけに全て発信シーンにつながるという。超かっこいい。なるほど。来たー、バンドバンド見せ場です。そうです、見せ場ですね。はい、乗ってるわけじゃないんですよ、ね、乗ってないんですよ。最初乗ってるように見えないのかなと思って。コントロールボットってここ見えないところがありまして、そこから操作しています。なんかみんなちっちゃくなって、ほんワンダバスイッチみたいな。ワンダバスイッチ、なんでもできるから、なんでもできるから。カタパルトいいですね。いい、かっこいい。男の夢ですね。行きますって言いたい。これ超かっこいい。やりたいもん、ね、ほとんどそれに近いことは言ってるから大丈夫。松風天満行きます。それで京介行きます。やってみたい。みんなの夢だ。行ってみたい。いや、次で多分言えるかもしれません。ほら、え、急にね、ロボット出てきちゃいます。え、稲妻イレブンにもしかして何かしてほしい、シーンが出るかもしれない。またバンジーちゃんが超えていいですか。バンジーちゃんもね、サッカーの方に行ってね、行きたいですね。かっこいい。だからこの大きさを感じさせないじゃないですか、要は、うん、実は小さいんだけれども、うん、こう見てる段階では本当にリアルに、うん、なんかやってるように見えるから、うん、だからこうやって比較すると気持ちいいじゃないですか。人と比較するとちゃくなるんですけど。このロボットたちが見えてる目線がこう、あ、そうです、コックピットの中に見えてる。こういう LBX を一番最初に出すカットって、みんながいつも見慣れてるゴールの隅とかですね、うん、対比して分かる、カットを何カットか用意してるんですよ。それでこのロボットはこの大きさなんですっていうのを一回覚えてもらった上で、こういう、まあ、イナゴの大群のような、状態に囲まれてる天馬くんたちっていうのに、まあ、繋げてますね。なるほど。そこら辺がやっぱり巨大ロボットも難しいんですけど、ちっちゃいロボットをいっぱい出す、その演出っていうのも、なかなかない。一歩間違えるとちょっとおかしなことになりがちなので、ちょっと大変です。愉快になっちゃいますね。愉快な仲間たち。これ LBX って本当なんかそれぞれの女の子は女の子っぽいじゃないですか、ちゃんと。なんかカスタマイズの仕方みたいのがそれぞれ特徴があるのが面白いですね。ですね。みんなのこだわりがやっぱり現れてる。キャラクターのね。そうですね。女の子ちょっとなんかこんなね、髪の毛、あ、ツインテールっぽいやつになってて、猫もいますから。あ、猫いた、猫いた。猫ね、あのツインテール邪魔じゃねえのかな。でもあのツインテールからジェット出たりする。そうか、うん、いろんなことができるようにはなってるね。チャームポイントですね。非常に、でもそのなんだろう、リアル過ぎないっていうところが LBX の僕はデフォルメの効いたこのデザインとかも魅力だと思うんで、やっぱりそういう表情があるようで、ね、なんかないんだけどあるように見えちゃう、そうですね、不思議なことに。最初 LBX のデザインを作るときに本当にこう線の数っていうのを気にしたんですよ。最初こうやっぱりこうみんなガンダムとかそういうものに憧れてるから、ものすごいやっぱり細かく
ね、デザインしようとして、それをもう子供たちが分かるように線を少なくしていくっていう作業がいいと思って、なんか書くのもね、書きやすそう、子供たちがよく紙の書くじゃないですか、なんか曲線なイメージなんですよね、うん、LBX って曲線のあるロボットみたいな、そうなんですね、なんか丸っこい感じがすごいする、ちょっとデフォルメされたコミカル感が、うんうん、そう、かわいい、かわいい、うん、そのままプラモデルに、ね、うん、なってる感じがする、あれ大きさって1分の1なんですか、そうそう、1分の1スケールってそうですよ、ね、なかなかないですよね、ある意味本物じゃないですか、うん、本物です。昔やったアニメ作品で8センチっていうのがあったんで、これもリアルだったんですけど、はい、ちっちゃと思って、これ地球守ってんだと思って小さな巨人的な、そう、ね、小さな巨人的なものだったんですけど8センチだよみたいな、でロボットもこんなんなんで、潰したら終わりなんだよ、うん、ここまで来るともうあの周りのフィールドとかもう焦げ目がついていたりとか、あ、細かいんですよ ね、 ね、うん、時間が経つにつれてだんだんダメージが、追ってるというのを、ちゃんと入れていますね。あとはみんなもね、もう傷だらけ、まあ稲妻チームだけがちょっと傷だらけ、そう、ね、そう確かに生身でやられるっていうのは、ね、そうですね、こっちは無傷ですからねこれちょっと細かいなと思ったのが、やっぱりしんすけだけこう飛ばされたりしたんですか、だからしんすけだけ汚れてくる、あ、かわいそう、しんすけと遠藤が、あの、そうだ、アスカにやられてましたもんね、遠藤は、そうだそうだ、初の会話ですよ、会話のシーンですよ、ね、でもアストコンタクトですよ、これをだから一番最初にみんながわっと驚いた後に、やっぱりでもそんなことを言ってらんないって言ってすぐにこう切り替えるのとかがすごい子供の脳の切り替えの速さみたいな、しかもやっぱり天馬くんが、その、ね、きっかけになってるというかね、うん、あのロボットたち何かその、ね、こう意思を感じるっていうところをやっぱり誰、まあ、一番最初に察知してるんだよね、さすが主人公天馬くんはみんなを引っ張って、あのね、なんか知らないうちに引っ張っていくっていう立場にあるのかなと思って、そこら辺はやっぱり天馬にもともと備わってる、ね、あの素質というか、そういうふうに、考えてますけど、ね、はい、大人もうんうんって言いますからね、みんなに今見てて頑張れ子供たちみたいな見守る大人たちみたいなそしてダンボールチームの一つ目の見せ場、うん、そうですね、このセリフ、一斉放射攻撃開始、かっこいい、至るとこで言いましたもん、あのセリフが良かったあのセリフを言えて良かったこれで引きつけてその隙に、うん、強いなっていうシーンですかね、こうやっぱりこの主人公チームが団結して、ね、勢ぞろいしてね、かっこいい、協力してやる見せ場っていうのは劇場またならではかもしれないし、最終回ぐらいにならないと集まらないぜ普段は集まらないのがここまで集まったみたいな、ね、収録現場でこれ話題になったんですけど、僕らのチームの中で一人だけ必殺ファンクション出してないんです、そうなんですか、ジェシカが出てないんです、だからね、はい、そうなんだ、カットされたりしたんですか、交番表には CCM の声って書いてあったんです、カットされたの、基本的に最初には全部全員使うようにあの調整したんですよ、だけどやっぱ尺がどうしても尺の問題です、尺なくてもっていうところがね、尺みたいな、じゃあもっともっと必殺技があったんですね、そうですね、候補は相当落としましたよね、はい、だってあのテレビ CM 出たやつも落とされましたからね、そうですね、それを言ったら見せ場がどんどん、そうだよ、剣と白龍の技とか、白龍じゃない、白龍白龍だ、またお前よ、お前私すぐに白龍って言っちゃう、自由だなお前のイントネーションな、白龍普段のテレビシリーズからずっと自由なんですねテーマです、うん、まあ、あのちょっと過ぎちゃいましたけど、あのダブルドライブあったじゃないですか、はいはい、で剣行くぞって台本になってるんですけど、収録の時に天馬が行くぞ剣と剣行くぞとどっちがやりやすいって聞いてくれて、先に名前呼んでほしいって言ったらそういう風にしてくれたんですよ、おーありがとう、あ、そうだったっけ、覚えてない、おい、ここで自由だな、そうだったねって言いながらだった嘘でもいい、違う違う違う、視点を聞かせた監督レベルの采配してましたね、今私そのこと聞きましたっけ、うん、そこはダメだ、そうだねって言った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 よ、ねえ、つあ、剣行くぞって、うん、剣行くぞ今言うか
いい起点の聞かせ方。いやでもそれは勝手に変えてよかったのか。なんかこれなんかロボットと見つめ合うってすごい不思議、うん、ね。確かに、うん、あそこで手間なり何か感じてるわけですよね。もうやっぱりね、操ってるのかどうなのかっていうのもね、詳細は分からないなりにやっぱりその向こう側に誰かがいてっていう、仲間感だね、そういう意思をやっぱり感じてるんだと思います。そうか、このシーンとかがすごく派手なシーンの後にスッて落ち着くからすごい締まるというか、みんながふって緊張するシーンが多いなと思って、二人でいたりとかするし、緩急がいいですね、なんかバッチリ効いてて、うわーフラン。そしてここから、ねね、なんだあれは、全てを消し去ろうと、ね、これすごい衝撃のシーンでしたね。強い強い、ね、ダークな意志を、あこれもね、こういったエフェクトに託しております。よく映像化されてよかったと思う。飲み込まれる、ちゃんと映像化されてよかったなって、ね、こんな感じってなっても、うん、じゃあどうするって言われた時に、うん、やっぱ委ねるしかってい う大群とね、大群とこのシーン、スタジアムが消えるシーンっていうのが、そうですね、パッチワーク世界の始まり、ね、そう、ちゃんとしないと安っぽくなるじゃないですか。確かに。そしてここであれですよ、僕らの遠藤君、まさにみんなかっこいい、うん、これがやっぱり、うん、このシーンのまあね、なんていうのか、重さというか、そういうのをやっぱり加えてくれてる。これでも最後のシーンとつながりますよね。それはなんか意味があるんですね。やっぱり最後のやっぱりその本来だったらエキシビジョンマッチの中で大人から子供へのそのバトンタッチ、稲妻魂を継承するっていうのを試合の中で、ね、平和だったらやってたんだけど、まあそれが叶わなかったじゃないですか。だから遠藤たちの意思っていうのが、まあ結束して V の字になった部分に現れてると思うんですよ。それを天馬は覚えてた、天馬以外の子たちも全員覚えてたっていうのを、まあ、最後につなげて描くということに。ここら辺はもう、そうですね、結構子供たちにとっては怖いシーンになったんじゃないかなと思います。これ劇場見た時めちゃくちゃ怖かったですね。やっぱり大画面だから余計、ね、大画面と大容量で、うん、それで子供たちってやっぱり視野の問題で絶対それでいっぱいになっちゃうの で余計に怖さが倍増するんですよね。大人ってなんか周りをこう見ちゃう、でもフランってこう子供たちはどう映ったんでしょうね、この時。あの時はどうなんでしょうね。で、その後この後出てくるじゃないですか、うん、あの時にどういう気持ちで見れるのかなっていうのがちょっと、でもなんか要は、ね、あ後ろみたいな感じのイメージで、ヒロコは本当に危険なのっていう風にハラハラつけて思ってるかもしれない。そういう人でもともと作ってはいるんですけど、絶対行きたいんじゃないですか。わって思ってるけど、なんで天馬気づかないのとかやってるんだろうなって気はするんですけど、この水晶玉が、まあこの中ではモニターの役割をさせてるんですけど、それに、座ってしまうという、なんかこう、まあこういうそのデザイン的なところでも、なんかこうキャラクターの感じというか、彼女のなんかこう心の内的世界っていうのを、まあフラーノトリアスっていう乗り物の内部なんですけども、まあ、そういう、ブリッジを、まあ、彼女の心の中はこんな感じなのかなっていうふうにちょっと見立てて、作っているので、なんかこう植物的なもの、ちょっとオーガニックなものっていうか、そういう感じの、ちょっと不思議な空間にしてますね。なんかフランの、まあ、心の中の、まあ、暗闇というか、そして、向かい合う彼と出会いのシーンですね。大事なシーンですよねこれね。ね、ここはねすごい一緒に撮りたかった。あそうですよね、そっか、別々だったんですよ、ね、ですよ、すごい。これ一緒に撮ると相当大変なんじゃないですか、これ、うん、そうかも。多分ものすごい人数になっちゃう、入れないんですけど、私たちが先だったんですよね。そうですね、私たちの声聞きながら、収録をしました。じゃあありがとうございます。うちらの芝居に合わせていただいて。なんかお互いの温度とかキャラクターを知るために本当はね一緒に撮れるそうです ね、感動のシーンですよこれは。この番組、この作品の、うん、
大事な融合というものをこう初めて感じるっていうか、うん、見てる人もね、うんちゃんと会話っていう、うん、アフレコした時はめっちゃ笑顔になったんですよ、うん、あれは松風天満みたいな感じになってていきなりこういうテンションになれないんですけどでちょっと戸惑いのお芝居に変えさせてもらって、ね、状況を知ってるのがバン君たちだからちょっとバン君がたちがリードしてる感じですね、うん、ここは我々を知ってるっていうのが、ね、結構驚きでしたよね、うん、バン君がああいう風に説明するのってあんまりないですもんねあそうなんですね、まあ、大人チームとかが説明をしたりするそうです、ね、あそうかそうか今回だってやっぱ子供が主役ですから、うん、確実に、うん、大人よりも子供ですよ、まあ、小倉たちとかね山野さんたちは一応ついてきてもらってはいるんだけど、うん、ある程度やっぱりちょっと後ろに控えておいていただきたいという、うん、ここで出てくるわけですねだから補足で出るみたいな、はい、そうですねダンボールチームの大人チームちっちゃいおじちゃんはちっちゃいおじちゃんはタクロスと言いました、ね、秋葉原の帝王ですあ秋葉の帝王なんですか、はい、へー元ね負けたんですかパラドックス的な説明ですよねこれねだからねいろいろちょっと画面的にこういう湖に映り込んだ別の異空間みたいなところで、うんもうこの世界に安全な場所はないんじゃないかっていうようなその森にまあこれ行き着いて下に映ってるのはあれ下にやっぱ都市があるわけじゃないんですよねそうですね、うん、本当にあるわけではなくてそのパッチワーク世界でこの世界がちょっとおかしくなってしまっているっていうものをちょっと象徴的にイメージで描き、まあ、入れたかったっていうことなのかなと実は森に守られてたっていうその宮尾監督のそうですねそういう前提で描いてますはいただやっぱりちょっと離れると消されちゃうようなそういう危険なこともちょっと離れると、まあ、潜んでいるのではないかという緊張感はキープしたかったと、はい、そんな隠された秋葉原あれあれいや何か、まあ、本当毎回ね森が出てくるんですけど前回のグリフォンの時の森とやっぱりちょっと少し違いますね絵とかその役割も多分違うものに、うん、なってた方がハマるかなと思ったんですね。そうですね。森、うん、このここのどういう場面にするかってすごくその根底でやり取りする時も紆余曲折ありましたんで、うん、やっぱり日野さんのオーダーでのそのすごい光が綺麗空気感が綺麗みたいなところっていうのは、うんそこもやっぱ大切にしないといけないなと思ったんで、澄んだ上高地をベースにしようかなとか、ね、いろいろちょっと悩みました考えたとこです、はい、ここいいですよねみんなで遊ぶの、ね、でもしんすけがどうしてもこういうしんすけ常になんか無理やり画面に入ってるからこのシーンこれでちょっとなんかやりたそうなカリアがね素直になれないカリアがポジションが面白すぎてそうかわいいんですよカリアがこれでいいのかなおどうやったらこんな動きになるんだ逆にすごいよねテーマどうしたここすごい喜んでましたね子供たちがねテーマがやるっていうことそして、まあ、ABX チームがサッカーやるっていう、うん、そのことっていうのはすごく重要なのかなって、うんうん、それぞれがね理解するコミュニケーションじゃないですけど、うん、違うところが、ね、でもお互いこれで分かり合えるよみたいな部分、うん、お互い好きなものっていう共通点ですもんね、うんでちゃんとねお互いを理解し合おうっていうところがねいいですよね、うん、俺たちにとってのサッカーはバンさんたちにとっての LBX みたいな、うん、でそれをお互いなんかって言わないで受け入れて、うん、楽しいって興味を持つっていうのは、うん、男の子だから絶対ロボット好きですよね、うん、かわいいあーかわいいみんな結構うまいうまいなかなかそこまで連続できないできないって感じスポーツ得意なんだよ、うん、ランはね得意でランはできますけどバンはここまでバンはどうなんだろうあと僕このシーンはもう突っ込みたかったですね一緒に弾くんじゃなくて LBX が押すひ弱なんでひ弱だからダメなんですよ力ないんでLBX の時鶴木はどこにいたんですかこっそり見てますシンスケの投身本当に大きい今思いましたシンスケの投身でかいそうかもちょっと伸びてる手足が伸びてよかったねシンスケジャンプしないと褒めないのに今手足がそういつもジャンプしてフレームインしてくるんですよ、うん、ちっちゃくフレーム頑張るあとは髪の毛が先っぽだけ出てる髪の毛見切れてたりとか、うん、このやっぱり音楽のシーンでの釣り竿のシーンって、うん、やっぱり
最初の冒頭のシーンで、あのバン君たちの作戦に天馬君たちが協力してくれたじゃないですか、うん、でそれに対してあのやっぱりちょっと、その釣り竿のシーンで、あの、まあ天馬君たちがピンチになったじゃないですか、うん、でそっと、まあ、あの LBX で、まあ、助けてあげたよっていう、あの時の、まあ、お礼だよっていうぐらいの気持ちでここは描いてます。それでお互いようやく、まあ、イーブンになれた、イーブンの関係に、でこれから本当に仲良くなっていけるのかなっていう、まあまあ、そういうことを考えて、やっております。しかも LBX でっていうね、そこがここもいいシーンです。いいですね、このシーン。ライトシーンはいいですね。ダックシャトルはそうですね、あの心が通うシーンみたいな、うん、ちょっとカットしたシーンなんですけど、うん、その本当は、稲妻キャラバンの上で登ってから狭いねっていう狭いね登って一回、まあ、稲妻イレブンの中でその、まあ、初めの頃から結構キャラバンが出た時に、あの遠藤が仲間をこう、まあ、その上に上げて一緒に星空見ながら人生相談みたいな、そういうコーナーが、まあ、あってですね。グリフォンでもねありました。キャラバンの上じゃなかったですけど、天馬と遠藤で星空見ながら屋上みたいな、屋上のところで会話するシーンありましたよね。じゃあやっぱりダンボールチームが一緒にもし登るんだったら、ちょっと狭いじゃないですか。そうですね。そういう流れで。キャラバンは狭いですね。ダックシャトルの上になりました。演技なんですよね、これね。ねえ。うまいね、これすごいですよ。なんかこの声が聞こえて、うん、こうフランが見えた時に、うん、子供たちが、えって、うん、だ誰か新しいキャラ怖がってんのかなと思ったら、うん、あの人知ってるってことに多分なるわけで。なんでこう仲間にすんのみたいなね。そうそうそう。それは絶対あると思うんですけど。絶対あると思う。素直にみんな連れてっちゃうじゃないですか、うん、ここ困ってる人は助けよう精神がすごいから、この辺の人たちチームが、そうそう、やっぱりフランの目的って多分こう潜入して近いところで隙あらばもう消してやろうっていう勢いで来てるはずなんですよね、うん、あのもう、多分アスタさんはこうフラーノトリアスの上の方から見てる、こうニヤニヤしながら見てるかもしれないですけど、なんかキャンプといえばカレーがこれが私本当やっぱりなんか美味しそうですね。材料どこで調達したんですか、カレーのルートがどこにあったんだ、ラックシャトルラックシャトルにあったの、なんでもあるの、非常食がラックシャトル世界に行かないといけないから一応貯蓄がある、なるほどね、食堂あります、お米と、この子たちってカレーを食べたことがないのかなって思った、うんうん、ね、ただ戸惑うし、で食べた時に素直に美味しいって言えるし、うん、そういう意味ではないのかもしれない、ね、いきなりカレーでヘビーだったかもしれない、ね、でも子供はなんかなんとなく大好きですから、なるほど、カレーは、ね、未来ではこんなんじゃないんですか、ね、だからすごくこれって実はすごい貴重なシーンというか、うん、彼女にとってちょっとあのそうですね、なんか何かが変わるシーンなのかなっていうのの、うん、一端かなって思っちゃうんです ね、人と一緒に食べるっていうシーンで、うん、やっぱりそうですね、そういう重要な、うん、シーンでの、ね、特にこんな世界の中で生きてきた子だから、うんうん、そうですね、一番やっぱりフランのここら辺の表情付けとかリアクションはすごいやっぱり一番気遣いました、ね、うん、細かいですもんね、なんか目の表情とかも、うんうん、あれって思ったり戸惑ったりっていうのがすごく、この彼女はすごく細かい、うんうん、これこういう顔とかすごい好きで、そうそう、この顔とか見ると悪い人には絶対見えない、うん、見えないから、これが素なんだろうなって思いたい、うん、やっぱりね、天馬が隣に座ってしまったからっていうしょうがない、そうそう、天馬にスッてね突っ込まれるとね、一瞬ね、すがれちゃう、隙ができちゃう、隙だらけです ね、重要ですからね、サッカーも喜んでるってよく考えたらおかしい言葉ですそこに引っかかって、そうです、引っかかりがあるっていう表現、いつもだからあー、ウケる、ここも好きここなんか劇場に見に行った時に隣に座ってた子供が、ね、ここカリア面白いってすごい可愛かったそう、1年チームだとカリアで2年チームだと錦なんだよね、うん、ちょっと面白ポジションが面白ポジションカリア、この後特にオチがないんでごめん今最大の見せ場、最大の見せ場だね、このシーンもね、うん、フラン、ね、すごい素を出してる、そう、この笑ったり、ね、この笑顔、ね、で思い出しちゃう、自分の役割をふっと思い出した時にやっぱあの表情に戻っちゃうとか、うん、本当はこういう
素直な子でありたいんだなっていうのがやっぱりすごく切ないですよね。そうですね、考え心をやっぱり閉ざしてる、基本的に閉ざしてる子なんですけども、子供同士でこんなシチュエーションって多分彼女にとっては本当久しぶりなのかもしれないし、久しぶりというか初めて、初めてかもしれないですね。あのこの子が接してる子供っていうのはもうあの二人しかいないから、研究所で、そして研究所での出来事っていう、やっぱ辛い思いをずっとしてるっていうイメージが多かったのが、みんなと一緒に笑い合えるって大事な、こういう経験をしてないんですよね。だからもう全て新鮮っていう感じで、これわざわざ潜入して消しに来たのは森だったら丸ごと消せないからですか、その花とか消したくないからですか。いや違います、だからなんだろう、全部を消すことはできないんですよね。あ、だから、うん、そので、そうかそうか、その気も心がちょっと折れた人というか、うん、弱い心になった人じゃないと消せないので、そうでしたね、うん、まだ彼らは強い意志で動いてるんでダメだってことです、ね、強い心の力、今の彼らは消せない、うん、まあこれもねちょっとね消される消されないっていうその理屈の納得感が出るかっていうのが、うん、結構お話的には難しいですね。消された人たちはこの時何してるんです、どこにいるんですか、みんな同じ場所にいるんですか。だから4次元ポケットみたいなところに入ってるんです、無の世界みたいな出してくれみたいな、眠ってたりするの、寝てるので、気づいたら戻ってきてるみたいな、それだからその人たちにとっては一瞬の出来事だったりするわけじゃん、うん、時間が止まっててそのそこで、うん、食料なくなっちゃったんだね。カレーでもカレーとかね。いつまでかかってると思うのか。はい。そうですね。でもなんか実はその自然の力がちょっと弱まってるっていう意味です。急に枯れてるんですよ。だからすっごい気になってる。ああ確かに。ここはちょっと襲われると、あの彼らも心を強く持たないと揺らぐっていう、そういう場所の差をちょっと出してます。あやっぱりなんかすごいね、急にね、そうそうそう、違うから、でも花は咲いてるんで、そうですね、ちょっとこれもなのでちょっと高山というか、ちょっと標高の高い上の方のイメージをそのまま、はめてみたんですけども、ね、そしてこの思い出につながると、このほら全部花なんですよね、この花ケーキにも花がついてるんですよね、成果を、すごく貴重な成果をプレゼントしてるっていうことですね。そうですね、貴重な花をお父さんが、まあ、かなり苦労して誕生日用にプレゼントしたという、これはもう世界にもそんなになくて、ものすごく高いお金を払わないと手に入らないと思います。なんか印象がやっぱり残るように花だけ色がついてますね、色をつけてます。うん、そうだ、私の世界に花はないからっていうフランのセリフがすごい残ってて、うん、ね、なんかなぜその言葉をねあえて言うのかって言ったら、やっぱりこういう、うん、いい頃の思い出もすごいその花に集約されてるわけですよね。うん、一番嬉しかった思い出じゃないですか、きっと感情とそうしたものをもらえたっていう、うん、うわ来た。そしてそんなキラードロイド、キラードロイド、キラードロイド、お姉さんの心が知らない、知らない、強い強いやつ、ダンボールの世界ではもう大ボスですよね。大ボス、キラードロイド、キラーさんがいいタイミングでそれを出してくれるという展開です。へえ、これはそういう空間に行くんですか、実際森で戦ってるんですか、これはイメージ映像。これはキラードロイドが、おそらくこれはあれですよね、Kフィールドっていうバトルフィールドを形成できるんですよ、キラードロイド。で、まあ、そこで戦ってる中の衝撃とかは外にはいかないんですけど、それがダンボールでできてるんですよ。そうか、それがダンボールでできてるんですか。だからダンボール戦記ですよね。ロボット自体がダンボールでできてるわけじゃないんだよねってよく聞かれるんですよ。ゲームの名前は大変だ、クラフト RPG でしたよね。プラモデル撃たれたら全部燃えてまう、燃えてまうすごいですね、うん、でもこの空間、ね、バン君たちはどこにいるんですか、その空間の外 に、 外にです。これはなんかこう作り出されるんですよ、異空間みたいなのが、D エッグとかですね出てきて、うん、それもまた、なんかこうなってますね、ピコピコって、うん、あこれがそうですね、あそっか、この世界で戦うと、すごい、爆発して負けちゃうっていうのは結構見てて結構衝撃で、ショックでしたね、怖かったですね、ここ。
ね、だ、うん、などんなに強いって言われてる主人公チームでもこうなっちゃうんだっていう怖さっていうのはすごいんだなと思います、うん、子供たちにもかなり強烈にきますよね、うんうんうん、本編にも出てくるんですけどこっちの方が強力ですよね。強力でしたね、映画版のキラードロイドは強力でしたね、無敵ですよ、さすがビクともしないもんね、だってね劇場版仕様パワーアップしちゃったんですね、敵もね、プランたちの力によりみたいな感じ、うん、そうですね、まあ、サンのね、コントロールパッドじゃなくてあれは、うん、ポッド、ポッドじゃない、CCM CCM あれも豪華ですからそうですね、あれ双葉みたいになってますよね、かなりそうか、みんながこういう携帯電話とかね、パカーン開くしね、ちょっと高度になってますねデータがこう空中に出るんですよね、うん、かっこいいですよね、あれピャッつって出る画面がね、うん、すごい、すごいかっこいい、互いが互いの剣、うん、うん、よくやっぱりその稲妻チームって合体必殺技があるじゃないですか、ありますね、で、あの、はい、ダンボールでいう合体必殺技は本当にこれしかなかったですもんね、でもダブルレイウィングは、あ、ダブルレイウィングはあの、はい、この時にはまだ、あ、でもこれ映画で、映画の後半では出るけど、ね、当時はやっぱりなかったなと思って、あ、そうですね、うわー、本当にこれはかわいそう、なんか自分の一部みたいなもんじゃないですか、そうですね、X 自体がだから本当にがっかりしちゃうし、うん、さりげなくすごい怖いシーンでしたよね、怖いですよね、いつの間にかいないっていう、シュンって消えるっていう、そうですね、これはちょっとね、うん、その後のフランの顔がまたすごいんですよ、うん、なんかこう私知らないっていう顔をしてる、あの芝居のうまさ、ね、すごいですよね、女優になれます、女優になれますよねすごい、消えちゃった、消えた、これはでも本当になんかフランの悪いところなんだけど、でもなんかね後になるとそうかって思うから何とも言えない、でも子供たちはこの時になんでこんなことすんのギャーなんだよね、気持ちはね呆然ですよね、ひどいってしかないんだろうな、でもフランはこういう、ああのダークサイドの部分がむしろ最後の終わりには逆にこういい方向に働く、そうですね、そうですね、このテントが可愛くて、可愛い、ここ好きなんですよ、これリアルで、なんかこのリアルでいる、こういう子こういう子いる、うん、本編では青色のあのテントしかなかったんだけど、劇場用にあの女子用も作りました、女子部屋なんだあれな VS シーンですね、ここが VS です、ここが VS ですね、急に VS だった、ここも相当シナリオ作りの時はあれで問題で、こういう言い方を彼らはするだろうかみたいな、このくらいでジンは怒るのかとか、白龍はこんなこと言うのかとか、本当にこうキャラクター壊れる寸前で、確かにちょっとだから苛立ち気味なんですよ、だから普通テレビのキャラクター性だったらこのくらいのことで多分こうガチャガチャやらないのかもしれないですけど、白龍とかめちゃめちゃおとなしいですよ、だからまあこういう状況になってるからちょっと不安だし苛立ってるってことで、まあちょっと VS してもらうっていう、不安定さをさらに煽るみたいな感じに、いつも冷静な彼らがこうなっちゃったっていうところがまた衝撃ですね、そうですね、大人げないと思いましたけどねなぜ技みたいなパッとなっちゃう、もっと話し合う時間あると思うんですよまあ今回ね、そういう役割に白龍がなりがちだったんでですね、噛みつき役、まあ昔で言うとこのジン君が仕方ないっていう、そうですね、ジンがやっぱり噛みつくのはねあまり本編ではなかったんで、消えた雪村雪村くん、ここが見せ場でしたね雪村くんいたっていうそういえばいたみたいなとこになってます、雪村ね、雪村くんでも一応あの必殺技出せたからまあいいんじゃないかいうことにまあこれでもうまた白熱しちゃうわけですよ ね、 すね、消されたっていう事実が誤解を生んでしまうっていう、うん、今回はここでは古城飛鳥と白龍がちょっとこうテンション上がってもらってみたいな、なるほど、ま
な。太陽も珍しいですよね。珍しいですね。太陽君も意外と抑え、太陽もないですね。試合ではあのすごい熱くなるけど、普段は多分ねしっかりした、まあ、キャプテンですから、あの向こうの学校の別のチームで、ね、この人もキャプテンです。そうキャプテンの集まりだ。もう必殺技と必殺ファンクションをカットでつないだらこんなことになってしまう。何が起こってるんだろ う猫ちゃん猫は出てくるし悪魔は出てくるし大変なこと、大変なことになってすごい豪華。いわゆる普通のテレビアニメだったらここクライマックスですからね。この喧嘩めっちゃ怖い。確かにこの喧嘩怖い。しなかったの奇跡ですよね。だってなんか試合とか以外のもので技を使うの初めてな気がする、うん、ほぼないです。人と人との争いで技を使うってなんか、争っちゃダメだよっていう、うん、昔ゴーエンジ君たちがあの気合い入れるために人に蹴ってましたけどね。炎をついた、ね、ボールは。しんすけは見た、しんすけは見た、家政婦は見た。実はちょっと見えるところで彼は見てました。重要な役どころですよ、しんすけ君今回は、実はトイレに行ってたんですけど、もしも見てなかったらだって、ね、そう止める人がいなかったから、トイレに行ってよかったね、しんすけ。でもこれもし見てたけどこの事件が起きなかったらどうなんですかね。しんすけ君はあれをどう誤解したんでしょうね。そうだ、これは言っちゃいけないのかなみたいな。本当だ、男子部屋に入る分かるんですけど。勢揃いですよ。そしてここで、うん、ここで悪くなっちゃった、悪くなっちゃった、もともと悪かったんだけど実は私たちっていう暴露っていうシーンですよね。この歌ちょっとスッキリするんですかね。やったやっとやっと バレてくれたんで。でもいつの間にか2人がシャッているのがいつの間にってなるんで、やっぱ姉さんへの忠誠心ですね。お待たせしました的な。私たちはこの世界に不必要なものを消す、絶対に。もうこのこれいいですね。このセリフ消せなかった。こう何つるぎく頭いいねみたいな。つるぎく賢いじゃない、賢いじゃないって言われてる。やり取りはなかなかもう人さんと、ね、非常にクール二巨頭だね、うん、あれ当てずぼで言ったら面白いですね。当たったみたいな。しかばちかで、やりそうで怖いけど。でやっぱりなっていう、うん、よかったと。当てた当てた、ほっとしてたりして。もう一番締めてくれる二人がそんなことになったらとんでもない。もう場はまとまりません。これ以上好きにはさせない。この表現したフラン、うん、全然別人。でもやっぱり私たちに見せてくれた笑顔の部分は素でもあるんですよね。そうですね、あれは本物なんですよね。あれが本物なんですよね。嘘はない、あの瞬間は嘘はないって感じですね。でもそれがあるからね、時に固まるんじゃん、それがあったから最後響くんですよね、きっと。そこで感じたものがあったから、うん、この偉い子、もう偉い子、さすが偉い、もうここ大好き、自ら罪を認めて謝るっていう、思い違いをしていたようだ。かっこいい、かっこいい。なんか代表同士、代表同士みたいな。ちょっとなんか似てますよ、偉い子が。部長同士が、部長同士が。キャンプのシーンでも僕と白龍だけ目閉じてる、あ、対比になってるのかなって。なるほどなるほど、役どころ的に、うん、2人とも寝てるわけじゃないですか。寝てるわけじゃない。真剣に。でもやっぱり的にはあの分けてあるんですよ、あのキャンプの時も、このシーンでも全部同意組と、反対組とってちゃんとこう分けて、ね、絵作りにも考慮されてると思います。じゃあサッカーっぽくやってみませんか。サッカーっぽく、みんなサッカーっぽく。これちょっと面白かった。サッカーっぽくやってみませんかね。なんでそんな提案を急にしたんだって。乗ってくれるし、ね、ここでみたいな。でもここでそれ、この子たちも、え、俺らもやるけど。乗っていただいてありがとうございました。いえいえ、本当にこれで一つになったって感じですか ね。そうだね、エンジンで結構優しいね、その運転者ね。新型ですよ、新型も、うん、新型ここで手渡されました、新型、うん、あれはバン君のお父さんですか。そうです、山田さん、イケメンなお父様ですね。ありがとうございます。皆さん相当知らないですよ。いや知ってますよ。相当知らないですよ。いや、テンマーのお父さん見たことないなって今ふと思って。あ、そうだ、お母さんしか見たことないな。
天魔の、うん、お父さん出てきたことない、ね、お母さんしか出てこない、ね、お母さんしか振動さんが仲良く飛んでいく。あれ熊だと思うかもしれないけど、うん、熊って言うなって言ってるからね。熊って言うな、ね、僕らも誇りが良かったんですよね。熊がいる、喋ってる。そうやって言うなって言ってますから素晴らしいです。でも描かれてないところできっとそういう会話がねなされてるんですよ。うちの数あたりがその熊が一体で超大変そうだったっていうか、彼女のなんかもうリアリティさってすごくて、もうテストの時から本気でずっとやってたのにすごいなと思って、だんだんそのフランのねフェビーな過去がだん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 こう分かっていくっていう、そしてクライマックスにまあ向かっていくっていう、こうやって差し込む方法って子どもの映画でちゃんと理解してもらえるのかなってすごい不安だったんですよね。こういう階層を差し込んで過去にこういうことがありましたっていう時間軸を語るっていう。ああなるほどね、うん、断片的ですからね。でもまあ色のねやっぱり過去の色になってるから、そこでやっぱつなげていくことはできるので、うん、見やすい、うんうん、でもこれを見ることでフランに対する思いっていうのが変わっていくじゃないですか、うん、そうですね、うん、だんだん誤解してたなっていう感じが、うんうん、この子にも事情がある、理由があってこうなったっていう、フランと一緒に物事を感じていける感じがしますよね、うん、フランもここであの自分のやっぱり生い立ちのビジョンっていうものを、まあ自覚した上でそのこの決戦に向かうっていう一つの、まあ、決意のリセットしたという、まあ、シーンにもなってますね。ちっちゃいなって言うキャラバン。本当だ。超ちっちゃい。バスだからね。あ、まあ、豆みたいに見えますね。うわ、でかいですね、ダックシャトル。ダックシャトルってあのダックですか。そうです。ダックからあのダックから来てます。アヒル？あれアヒル。アヒルちゃんです。次のシリーズにはダックソーってのが出ますけどね。そう、船。船じゃないです。ダックソーっていうあの施設。施設。そう。宿泊施設。ウォーズではやっぱりそういう施設に主人公たちが住んでる。ああなるほど、学校ものだから。いくつかのそのまあそれを話してもしょうがないですけど。そういうキーワードをこの作品のシリーズではいろいろ使ってます。まあ揺れる天魔とヒロの。そうですね。ね、この二人が一番関わったから余計になんか思いが強いじゃないですか、そのフランに対する思いっていう。それをたしなめるバン、うん、お父さん。お父さん。お父さん。いやでもなんかバン君って天魔に似てるキャラなのかなと思ってたんですけど、今回劇場版で全然違う主人公だったんだなっていうのをすごい思いました。よりお兄さんにこう描かれてるんですよね。やっぱりヒロと天魔がやっぱり同じ、そうヒロ君のが近いなと思って、やっぱりそこで揺れてる2人を見てるからここで締めなきゃいけないっていう役割なんですよね。役割を自覚していると思うんですね、ここでも。でも天魔のが より子供っぽいけどね。私はヒロ君は割と大人だと思う。確かに会話がそれは寺崎さんだからかな。おっと、それはいじめ出ちゃってるところだね。まあ否めない。あれおかしいな。そんなことは大人ですよ私、まあ、年齢的には私いい大人ですよ。それぞれチームでこう役割がちゃんとしてるのがいいですよね。ねえ確かに、引っ張る人と、うん、ちゃんとテーマはムードも作ってくれるからね、うん、無邪気ならではのなんか、うん、天然というか、うん、その素直ならではのなんか引っ張り具合っていうのは、うん、結構テーマ独自のねやっぱりそれがカラー だ,、うん、カラーだと思います、うん、すごいと思うんですよそういうのって。だってテーマいろいろ考えるとできないことが天魔だとできるわけですね。すごい。そして悪の花が咲いた、悪の花ね、この、うん、黒い花、うん、もう戻れないぞ。本当だ、戻れ戻せ何今見てる人になっちゃってる。今完全に振動さんに同調しました最後の決戦ってことですね、うん、私は世界の不必要な部分ちょっとネニって言ってますかね。ネニなんかフランのあのスカートもちょっとお花っぽい、ね、うん、今こう後ろから見たら余計に、うん、あれと思った。名前もフラワーから来てますからね、うん、あーでフラワーかアスタがアースの地球なんです。そうです、なるほど、みんな共生関係、地球と共生関係です、地球と花と太陽、うん、
へえ、素敵。一人が欠けても困るという、うん、誰も欠けてはいけないという、三人だ、結びすぎが付きが強いということです。お客さん入れてくれるのが嬉しい。そう、これは優しさ盛り上がるってことかな。気前いいな。これ本当に劇場じゃなくてスタジアムで撮ったんですよね。本当のサッカースタジアムでリアルにサッカー観戦している人たちの声を撮って、特にそのね、冒頭のエキシビジョンシーンとかの応援の声とかとかも実際耳を澄ませるとなんかどっかのチーム名が聞こえてきたりするわけですか。でもなんかちゃんと劇場用に天満とか遠藤とかそういうのをみんなに言ってもらって撮ってる。すごい。でも本当はなんかサッカーの試合ですよ実際、みんなが来てるのは。でついでにみんな撮るみたいな、本当の試合のついでにガヤ撮りみたいな。そう、ガヤ撮りみたいな。だからついでに終わった試合が終わった後にやってくださいっていう、天満とかそういう声も、ライモンとかそういう声も入れてくださいみたいな、うん、なんだ。だからこのリアルな音なんでね、このわーっていうのはリアルなあれ完成なんですよ。その時の観客の皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいた方、私はこれ見てるかもしれないですね。ねー、ありがとうございました。そしてバトルが、うわ来た、ね、ここからもう怒涛のバトルシーンですよ。ね、追って追い越せ、追って追い越せ。あ、なんかこのバトルスタートってゲームっぽい、うん、ここあれですよね、あの映画の予告でドンと出たの、ね、あー、そうですね、うん、頑張って、うん、頑張ってお客さんかって。よし、攻めろ、いけー、いけいけ。それぞれ下ではサッカーが、うん、上空では LBX が、うん、同時進行が大変なんですよ ね、 大変ですね。時間配分も大変なんですよ。あ、ちゃんと実況まで、うん、このままにやら男から借り出すしかないって。召喚されました、ね、ミキストランス、ちょうど多分これあのアニメでちょうど劉備とやってる時に、そうそうそうですね、うん、確かに、うん、これお花ですね。そう、バラ、これお花だね、白の花ですね、うん、これ声優さん風丸さんの、ああそっか、そうなんです、石垣さんですね、石垣だったね。これかっこいい、ミキストランスかっこいいですね。この墨っぽい感じの背景が、うん、墨絵っぽい感じが、ね、渋かっこいいですね、うん、止めたしんすけ、かっこいい、やった、三国さんどっちかのわけです。ちっちゃい体でそう、三国さんこうだと止められないからね。そうでしょ、なんか止めるだよってなったら止められない、だから無理だって言っちゃう。止めるって言ったら止めないです。この音楽大好き。おぉ、来たファイヤーイリュージョン、このファイヤーイリュージョン、これも初でしたよね、劇場で。そう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 、初登場。もう劇場だからといってぐるぐるカメラ回してます。ごめん、かっこいい、いいなこれ。テレビ版とはこうなんか違いますよね、演出がね。そうなんですよ、そう、全然違う、そうなんだ、そうなんだ、全然違います、出てくるところとか。座も、うん、そうですね、あの劇場ならではの技もいっぱいあります。体弱かったのが治っちゃったらすごい元気になった。治ったかどうか誰も触れてないんですけど、どうやら治ったらしい。え、本編は治ってないんですか。治ってると思うんですけど、特にそこに触れずに戻ってきたっていう。元気だったよって、うん、あ、あ、元気だったんだ、よかったねみたいな。なるほど、いつの間にか合流してた。そう、特に掘り下げずみたいな。なるほど、ジャパンにも選ばれました。気持ちよかったかっていいですよ ね、 ね、決められてよかったね、そうそうそう、決めさせてやったんだよみたいな感じが、敵のね、余裕が、余裕が、ここがにゃーにゃーちょっと嫌な攻撃ですね今。かっこいい、あいついけいけ、このバトルの動きがすごくて、ほんと細かく動いてるね、細かい。それはもうあの本編撮ってる時もいつも思いますよね、うん、そう、バトルシーンはすごいす、本当にかっこいいです。 CG なんですよ、そうですね、やっぱり MBX、ずっと作り続け、アクションを作り続けてるそのスタッフさんの、うん、もう技術力が、うん、半端ないんで、すごい。いや、これは興奮する、スピード感すごいもんね、すごいです。必殺ファンクション、必殺ファンクションって言いたいね、言いたい、言いたい、言いたい。ミキシトランス言いたいです。一緒にこうコラボすることでお互いのこう、やってることっていうのがすごく興味があるし、やってみ
たいって思っちゃう、うん、まあ、一つのコラボの可能性としてもしかしたらそれぞれのチームに2人ずつぐらいトレード してたらどうなってたか、面白いですけどね。それで活躍しちゃってお前つくなどこっち来ない、こっち来ないですか、次回からこっち来てるあれ転校しちゃうみたいな、なんかできすぎて周り落ち込むみたいなそういう展開も面白いかもしれない、ね、時空超えられるから可能ですよねあ、こっちもあれですね、だからやらせてやったんだよ的な感じなんだよねこれ大変だったんですね最初、あの2つの映画を混ぜるっていう時に何をテーマにして一緒に戦うっていうのを、うん、でこの戦いっていうものをこう一番テーマにしてやるっていうのがいいかなと、うん、なるほど、共通の大切なものがむしろ戦いみたいな、うん、その戦いの意味っていうのがちょっと、うん、あのこのフランたちの捉えてるものと違ってっていうところの、うん、そうですね、普通だったら戦いは良くないっていう語るのが普通 の物語なんですけど、うん、これではここでは戦いはそんなに悪いものじゃないっていうことを言うっていう、うん、ちょっと変わった内容なんですよね、うん、何かを生むっていう方の戦いってことね、うんうん、このシーンびっくりした、そうびっくりした、でもこれはちょっとなんかこうアストたちに操作されて若干こうなってるってことなんですよね、うん、まあ画面の見えないところでアスタとサンの目がピカーンって光ったと思ってください、うん、あそしてみんなが、ま、ちょっと実にかかっかかっているような状態になってると、気持ちが落ちてる時に実にかかってしまうみたいなことですね、うん、なんかね憎しみがどうのこうのってさっき言ってましたしね、間を刺されてるというか、衝撃だったこのシーン、えなんで急に喧嘩し始めるの、まあ、苛立ちがこうだんだん極まってきてるんですよね、でそういうプレーを彼らが仕向けてるというか仕掛けて仕掛けてる、だからまあ単純な洗脳とかじゃなくて、なんかそういう風にそういう精神、そういう精神状態になるようになんかこう彼らがそういうプレーで仕向けてるんですよね、それに強い意志でこう対抗できるっていう天馬たちみたいなことなんですね。やっぱりバンヒロ君、天馬君、今回はそのやっぱり一番気持ちを強く持ってる彼らが、まあその周りをその今気遣ってるような形になってるんですけども、やっぱりそういう意味では本当三大主人公というか、彼ら3人が待って引っ張っていく話になってますね。デビルバーストやっぱ全然入んないですね。そうですね、残念なことすいません、お話の途中。いやいやいや、あデビルバーストって入んない、はい、一回も入ってない一度も入ったことない、前回の映画でも残念ながら止められてしまう技ゲームでいつも入れてますエンシャントダークにかわされてますね、はい、確かに、うん、デビルバースト技的にポジション的に中途半端なんでしょうねもう今一歩もう一歩みたいな、ゲームでは化身の手前で一番強いんですけどね、なるほど、化身中途半端、ゲームではなんかね、すいませんでした、まあ、他にもね強い技持ってるから大丈夫、はい、すいません贅沢言いました、ね、これにだんだんみんながこう、そうなんか色がね変わるのが、うん、演出の色が、こうイラつくジンさんっていうのもかっこいい、貴重ですよね、貴重ないことです、うん、多分見てる子たちも落ち着いて落ち着いてって思って見てんだよね、うん、あの色がいいですよね、うん、焦ってるところの色がすごい、ちょっとガツンと、うん、そうですね、モノクロに、ね、この子もだんだんちょっとこうね来て影が入ってきてっていうのがあるんで、ハマったなって感じですね、うん、でここでヒント与えちゃうからね、入れたのも何も偉いなって思うヒントってああって何ヤホーキャプテンとリーダー思い出してた、いろいろ思い出してこの辺からちょっとそうだよ、ここだってすっごいこだわって撮ってたじゃん、ずっとさこの辺から大変だったなってすごい、LEX はただ戦うだけの道具じゃありません、チームになって戦うドキドキや強いやつとどう戦うかを考えるワクワクや、たくさんの熱い感情を奮い立たせてくれる、そんな素晴らしいものじゃないですか、コメントを言っちゃう、コメントいいシーンですよ、いいシーン、ここではもう本当にヒロの思いが LBX に乗り移ってますね、うん、気
素晴らしいものじゃないですか。ですよ、うん、本当によっしゃ、でやってきたことの集大成みたいなことをきちんと伝えてるというかね、うん、両方とお互いが、うん、また音楽もいいですね、うんうん、今回ね、稲妻とダンボールの音楽のこう融合で両方の曲が流れた、ね、そうですね、うん、やろうキャプテンっていうねこうみんなに名前を呼ばれるってすごいなんか泣けてくる、名前を呼ぶってすごくパワーを与える、パワーを与えますね、本当に。で最後はちゃんとバン君が締めるんですよ、うん、そこはねそこはもう一番お兄さんのバンさんが、うん、そうですね、締めていただかないと、そりゃきた、私が風穴って呼んだ。そうそうそう。本当なんだ。みんな全員がってなって。風穴ドライバー。風穴じゃない。触ってなっちゃった。何回か言ってますよね。これ初めて。劇場版で初出だったんですけど。大失態、間違えると周りがざわってなる。でも本人気づかないで堂々と帰ってくる。気づかないんだ。きたー、これも初出じゃないですか、です、ね、うん、トリプルクラッシャー、ゲームではなんか撮ってた気がする、ゲームでは撮りましたね、うん、テレビではなかった、ふぅーやるやるやるねえ、今となっては髪型の変えた葵ちゃん、そうだ新しいシリーズ、髪型新シリーズだね、髪型が変わっちゃった、揃えちゃったの前髪が、前髪を、ショート、最初誰ってなって、ね、誰あの新キャラ出たと、そしたら葵って書いてた、葵ちゃんだよそう、ちゃんとトゴキに髪型を変えた葵わかるよね、なんで髪型変えたんだろうみたいな、気分、気分の変化があったんですかね、女の子は気分で髪型変えるから、なるほど ね、 ね、大変ね、いろいろあるんですよ女子はね、いやーこっからもね一気に畳みかけてかっこいいね、移動感がすごいね、切り抜く感じとかいいですね、興奮するね、アニメの真骨頂ですよね、コンビネーションが本当にすごい、いや動きが本当にすごいですね、うん、細かい、この走り方がね、可愛い、可愛い、ちょっと楽しそう。きなこはね、初めての女子プレイヤーですもんね。そうだったね。一緒にやるのはね。心に刻むのよ。未来に起こる悲劇。未来。ここでちょっと試合が中断しますね。でもここちょっと悲しいですからね、これで本当にこちら側が分かるってますね、私たちはあなたたちよりずっと未来の人間なの、何年後でしたっけフランたちが来たのって、何年後というのはあんまり触れてないけど、でもかなり先の未来というイメージですよね、怖いですよね、これが結構ね最後に聞くから、うん、いやーこれは本当に泣けるこのシーン、ここをねぜひ覚えててほしい、あのこの2カットについては構図を最後のカットと同じ、全く同じようにしてるんですよ、ね、だから余計に来るんですよ、うん、ラストにね、うん、あって思いますもん ね、うん、そうですね、最後のシーンは本当にあれ これはまあどうしたもんかなって最後まで考えましたけどね、後味が悪くなりすぎるんじゃないかとかね、確かに、でもすごい聞きましたよ、逆に最後、うん、一番ラストにまた、うん、そうですね、すごいヘビーなネタですね、ヘビーの終わり方ですね、というかあれで、あの劇場で見た時に隣でお菓子食べてた子の手が止まったりしてる、はぁーやっぱり物質爆弾が使用された、でもこれはでもなんか見せて悪くないと思うんですよ、逆にね、ちょっと厳しいところも見せた上での、うん、でもないとは言い切れない未来です、ね、そうそうそう、このやっぱりね絶望感を味わってきたフランなんだっていう、でやっぱり天馬たちもそんなね彼女は相手にするっていうことだから、ここでやっぱりより一層覚悟を、うんうん、強めることになると思うんですよ、うん、戦いを、ね、否定するっていう人格を作らないといけないじゃないですか、うん、そうするとどんなバックストーリーを持ってたら、うん、絶対戦いはやっちゃいけないことだっていうふうに言うのかなって、
それがこれこのフランのバックストーリーなんですよね。うん、ただその戦い全否定の中にやっぱりその、うん、違う戦いもあるんだよって、そういうことですね。両方分かりますよね。なんかフランの言ってることも分かるし、天馬と番先に言っちゃうとあれなのかもしれないけど、僕この最後の、なんだろう、フランが最後に、なんで裏切るのみたいなところがあるじゃないですか、すごい感情移入できるんですよね。アストスさんに対してそう、やっぱりフランにどんどん感情移入していくんですよね、最後の最後、やっぱ見てる人はそういう風に思うんじゃないかな。でもこの戦いっていう言葉には別の意味もあるんだよ、もっと大きな意味があるんだよっていうのを伝えていくことで彼女が変わるっていうのがすごくこう、ここでうわーって盛り上がっていくじゃないですか。で子供たちも見てて、そう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 、だから分かってフランっていう思いにもなるから、で先にこの2人が分かっちゃうじゃないですか、その下にいた。ここはもう本当お姉さんのためにっていう ね、そこがすごいなと思ったんですけど。でもこの2人もね、この2人のエピソードも知るとなんでここまでこだわってたのかっていうのがやっぱり、あーそっか、そうですよね、裏エピソードがいっぱいあるわけですもんね、本当はね。これアームドなんで赤いんですか。そう、それ知りたいです。この時だけちょっと特別仕様です、映画版特別仕様です。この時だけ赤いんですよ。天魔の心の現れです。なるほど、真っ赤に燃えるこの心が、ここは弾けないっていう時だけに赤くなります。弾けない時は赤くなる。ワンダバみたいだね。ワンダバとピンクになるみたいな。ワンダバここで引き合いに出すから。なるほど、ワンダバすごい横で共感してるかもしれない。そこはピンクだよねみたいな。ここいいっすね。ねこれね。この流れは。ここの寺崎さん、そうなんですね。ですあれでもあれしましたけど、でもこの2人のやり合いだから、亮平くんとのやり合いってすごく見ててやっぱり収録の時の寺崎さん緊張感とかもすごく良かったです。天馬がいたんですよ、目の前に。嬉しい、びっくりしちゃった。だからやっぱあの役者さんもみんなやっぱ達者だから、本当にそのものでやるから、で絶対手抜かないっていうか、そのテストだからって手抜いてたまるかみたいな、最初から全部全力だよみたいな。終わったら声なくなってましたね。完全に声が消えてた。全力でぶつけ合ったからこそ、そうこの手差し伸べられるのが天馬っていうのがいいんですよね。でも汚れてない。そこを言うな。アスタはあんなに汚れてるのに。飛ばされたからね。こっからの流れが好き。ここもダンボールさんたちのあれですよ。アスタズさんの気持ちがもう我らがバンとヒロの、ね、この守るための戦いっていうのはもうキーワードですよね。すごい、どっちにもあるんだよね。そうですね、そうです、守りたいもの、だから伝わるんですよね。向こうも守るための戦いをやってるものがあるんですよ。だからあるので、サンがやっぱりどっちも間違ってないっていう、バトルシーンは本当にあの大変だったなっていう記憶が、こっからずっと怒涛のバトルですね。怒涛のバトルで、なんかこう全部のセリフが大事だから、すごく一個一個が全部なんかこうちゃんとしっかり言いたいって思うと、でも後輩に向けてでテンションを上げていかなきゃいけないから、どん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 始まりが高いのに、そう始まりが高いのにさらに上でまた上、最後また上みたいな、こうどんどん上がっていかなきゃいけないのがすごいすごい大変で、なんか特にテーマはね、一回アスタとの戦いで山が一回あるもんね。そうそうなんですよね、でもまだ終わってない。またそう、アスタとの戦いの後にさらに今度はフランとの戦いがあるわけじゃないですか。最終決戦が待ってる、ね、そう、でそこでさらに上に上がっていかなきゃいけないっていうのが、お姉さんもういいですよってね、そうもういいですよ、もう切れないでくださいって、なんかそれがすごい大変だったなっていう記憶があって、あの汗まみれでやりました、本当汗だくで台本が、あのシワシワのぐちゃぐちゃになって、もう本当に台本捨てたいみたいな、もう全身でやりたいみたいな。
だからこれが一番なんかここがちょっと悲しいですよね。だからこうしなきゃいけない、うん、爆発しなきゃいけなかった、うん、フランの悲しさ、うん、分かっててももうね戻れないところもねありますしね。もうその悲しみ絶望の持って行き先がないっていう状態だからね。でも解消しないことには前に進めないし、うん、もう暴走ですね、完全に、やっぱりそのここまでにの、うん、感情の流れっていうのがそのフランさんアスタやっぱり無理がないように描かないとこの映画って本当説得力を持っがやっぱり説得力をよりやっぱりあの出すにはそれがやっぱり大切にしないとなっていうのはすごく、頑張りました。すごい、このこれでもエルヴィスかっこいいね。かっこいいですね。これかっこいいね。かっこいい。生み出してしまうという、うん、めちゃくちゃかっこいい。すごい能力。なんてパワーだ。みんなダメですね、うん、これね。みんなやられてしまってますからね。ここからですよ。うん、すごい。反撃。うん。行くぞ。もうこれどこで戦ったらいいんだっていう場所選びにすごい大変な。あ、確かに上使っちゃったし、観客席でやるわけにいかないし、お客さんいるんですもんね。ダブルレイウィングですよ。これかっこいい。音楽が変わるんですよ。かっこいいですよ。必殺技、ね、最終回出てきましたよね。そうですね、うん、私これ言いたかったんです、この次のセリフを。これはバンじゃなきゃ絶対言えないセリフなんで、戦ってきたから今までの、あの失ったものを経験したことのあるバンだから言えるセリフなんですよ。受け止めるっていうのを、受け止めるんだっていう、倒すじゃなくて受け止めるっていう、それを見たからね、バンとヒロとテンマだけは。そうなんですよね。戦う前にヒロあのテンマがフランって思った時にバンは制したんだけど、でもあの時本当はバンも同じ気持ちだったんだけど、でもあえて飲み込んだっていう、それを今ここで、うん、そうですね、しっかりと、あの去年じゃない、うん、グリフォンあったじゃないですか、グリフォン、あれも最後、はい、分かり合いましたけど、どっちかというとちょっとぶっ飛ばした的なところがあったじゃないですか。稲田に関してはこの受け止めるっていうところが結構あって、うん、今回はだから全然その最後のまあ収集の仕方が違うんですね。今回2つとも倒すんじゃなくて受け止める、受け止める、受け止める、これもそうだし、すごいな、最後のこの後、私このシーンすごい好きで、俺たちごと撃てっていうのに、いいね、やっぱ無理すげー好きで、このシーン、ね、そりゃそうだよって思って一緒に行っちゃうっていう、すごい好き、うん、なんかちょっとコミカルっぽく言ってるけど、実はすごくこれ、うん、素敵なセリフなんだよね、うん、すごい好き、ランらしい、ランちゃんらしい、ランっぽいですね。うわ、いやー、ちょっと怖い、すごい演出が、今までの必殺技の中では一番重いですね、これ、うん、作るのも、打つのも重い、うわ、それだけの闇ってことですもんね、うん、フランが背負ってるものは。このフランの叫びは僕試写会で見て鳥肌立ちましたもん。そうですね、うん、この演技すごかったです、すごかったです、まあ、本当彼女もだから本当に全力でぶつかる子なので、うん、だからもうフランとしてとにかくどこまで生きれるかって頑張ってたので、そう、すごい最後に印象的だったのが、ヒカスさんと一緒に終わった後にハグしたんですよ、うん、ガッつって二人でなんかこう最後は結構怒涛の戦いだったから、セリフの、あ、うん、汗だくになって二人で、この背番号8、背番号8がこう背中がいいですね、さっきの、テマ君の心を受け止める、うわ、表情とかもいいですもんね、テマさん、そしてそしてここ、ここで遠藤さんの技を受け継いだ。大丈夫、一回テンマやってるから、そうか、キーパー、うん、キーパーやってる、決心あれするときにやってるからね、何の違和感もないもう全て投げ出してるよね、ここで素晴らしい、
ちっちゃい。ちっちゃい。欲しい。肩に手が届かない。これが完全にお子様ですよ。腰ですもん、天満。アスタも。アスタがいるのいいですよね。アスタがいるの。そう、アスタがいるのいい。ここのセリフが大好きですよ。ここがね、すごい感情移入できる。アスタに文句言うところ。これがね、すごくこうなんかみんながこう協力するところがたまらないんですよ。ちょっと綺麗ですしね、なかなか LBX をどう乗っけるか迷いましたが、最後ここにめちゃこんって指の前がいいのか上がいいのか迷いましたが、こうなりました。そうか、まあのこうやるわけにいかないからやっぱり。あと指が10本なんでね、どの、誰が10人になるのかセレクトが、セレクトとかね、いろいろやりました。そして一体化してと一体化してますっていうね、みんなが力を合わせて止めるっていう、うん、これはいいシーンですね、まあ、ちょっと最後の最後に土壇場でコンって書き直してこれの絵、この絵を絵にしました。初めはちょっとなかったんですよ、ただこうなんないとこの映画終わんないんじゃないかと思って、包み込むのがすごい、包み込むっていうのがやっぱり、そして包み込むゴッドハンドっていうのはやっぱり、そうですね、両手だからまあ絵としてもまとまるっていうことで、演出的にこれがベストかなと思って、素敵、包み込む、すごい好き、いいです、ベストですよ。でやっぱフランが思い出すのっていうのが、そのあの素が一瞬出たあのシーンを思い出すっていうのが、やっぱあそこのシーンがフランにとって残ってたんだなっていうのが、包み込まれることでその優しさを思い出すことができる、何気なく言ったね、言葉があったからとかね、ヒロの言葉なんだけどね、すごい。そしてやっぱり花っていうものをキーワードに、まあ、日野さんのそのシナリオ上でもやっぱ花がキーワードになってたというところで、最後のフィナーレも、まあ、いつもだと紙吹雪なんですけど、その代わりにあの花になってると。最初シナリオではこうあの花が一輪の花が落ちてくるみたいなやつ、今最後は花びらにされてるんですけど、プラノトリアスがふわーってこう、あの最後に崩壊していくっていう流れがあったので、それをちょっとこう崩壊するタイミングをですね、これに合わせてっていう、それで彼らのフィナーレにいろいろな方向でこだわりましたから、悲しみが、プランが作り上げた、実は悲しみが元になってフラノトリアスが生まれたっていうところは、中盤シナリオカットしちゃったんですけど、衝撃のシーン。でここね、これね、そうここに繋がるんですよ、ね。ここは本当自分でも書きながら、これで大丈夫かなっていうか、もう本当に悲しくなっちゃうんじゃないだろうかっていう。でも本当に悲しくなってからのっていうことがあるから、それはすごく見せる上ではすごいいい。というかみんなにとってすごくこう気持ちが残るというか、そうですね、まあ、映像も本当に希望的にこう作ってもらってるんで、そのただこう、ね、物語的に悲しいだけじゃなくて、この演出的な希望的な感じとすごくうまく融合して、あのいいシーンになってるんですよね。光こう溢れてるから余計に、この後に光溢れていくから余計になんかそこがこう浄化されていくみたいな、そうですね、フランが考えてたことがここで全部なんか気持ちよくこうハマるんですよね、全てなんかここを共感できるような形に、やっぱりだからその生み出した2人っていうのは本当に、初めはフランが悲しみで生み出したんだけども、やっぱり何かこう2人のその意志も乗り移ったというか、そういうなんかこうお互いのやっぱり結びつきっていうものが最後まで効いてるというか、そういうかん、まあ、気持ちのいい形にちょっとなってるかもしれませんね、はい、ここちょっと泣けましたね僕もね、なんかあの
試写会の時とはここで泣いてる人いましたよね。結構いましたよ、結構泣いてる方いっぱいいましたね。試写会見てても割とみんなね、そうね、関係者の人たちも泣いてる人いっぱいいた。まさか稲妻 vs ダンボールで泣かされると、ね、最初はどうなるんだろうと思って怪獣映画みたいなもんじゃなかった戦いが始まる頃に描いてた多分エンディングの想像と全然違うと思います。違うと思う、声に超えましたよね。綺麗に花びらすごい綺麗でした、ね、ここがいいですね。ネットとかにもいっぱい書いてましたね、そういうこと、なんか想像してたの違ったみたいな、もっとなんか賑やかなわーってお祭りになるかと思ったら、すごい優しい、逆に感動的になりましたみたいな。そうですね、この未来に伝えるよっていう約束がね、なんか最後に聞いてくる感じしますよね。そう、うん、守ったんだな未来をっていう、うん、サッカーを一緒にやろうね。あ、LBX もサッカー LBX って言いながら消えてくっていう、お互いの世界に、お互いの世界に、うん、やろうぜ。そしてここに戻るとこがまた、うん、ねえ、この試合またやるんです、ね、いました、まあ、まあまあなんか今見えた一瞬、まあまあ、一瞬見ました、ね、中に聞かれましたね、じいさんがいやこのポーズ好き、うん、サッカーっぽ い, い, い、ねね、なんか超サッカーっぽい確かに ね本当に何対何でね、こう勝敗がついたのかなとかね、いろいろ想像もできる、気になりますね、うん、でもこの歌もまたいいんですよね、ティーストンさんの歌がね、うん、本当にいいんですよね、うん、歌もコラボですよね、歌もコラボでしたね、うん、ブルーボックスさん、中の、うん、あの改造のシーンでね、あの一番いいシーンでね、うん、そあそこはリトルブルーボックスさんが、うん、あのリードボーカルされて、うん、こちらはティーピースさんがやってらっしゃって、うん、そこもコラボ、なんか歌もコラボって面白いですね、うん、これね、詩を見るとすごいいいんですよね、うん、また、うん、いや歌詞もやっぱり作品に沿ったものにちゃんとなってましたよね、うん、そうですね、毎回やっぱりこのテーマに合わせてもらう形にしてもらってるんで、非常に、うん、あのやりやすいというか入れやすいですね、素直になろうとか、でも笑ってる姿見るとホッとしますね。そうです、今のなんかパン君とヒロ君の笑顔がすごい日常って感じで、なんかあんなこうすごい平和な感じなんですね、もともとエルビーが。なんか本当に世界子供がなんかプラモデルで遊んでるみたいな、おもちゃ遊ぶっていうね、おもちゃ屋さんで遊んでる子供たちみたいで、もともと世界を救う方に行っちゃうんですよ。すごいなんか平和な遊びなんですね。平和な遊びです。あの日常は前半の3話ぐらいのしかそんなにもういやー今ちょっと改めて自宅に襲われてた気がするんですけど、1話あそうですよね、自宅に襲われ、はい、自宅で襲われました。ほとんど日常がない話ですいやーでも本当に私たちもアフレコの現場でものすごい戦ったから、なんか悔いのないぐらい戦い抜いたアフレコだったから、やっぱり気持ちが出てるし、やっぱすごい集中力でやっぱりみんなやるので、うん、ね、気持ちがね、ほんと乗ってるよね。いやだからダンボールチームとやれなかったことがちょっとそろそろ心残りに、同じ場所でやりたかったなと思って、ね、そう僕らは ね、あのフラン・アスタさんもそうそういなかったから、そうですよ、ね、ダンボールチームだけだったんで、うん、そうですよね、うちらはフラン・アスタさん一緒だったんで、せめてダンボールチームと一緒にやりたかったな、でもそれでもここまでの時にね、そうそうそう、みんななんか命もぶち込んでくれたっていう、みんなでバット振り切った感じしますよね、それはまたたまらないというね、結果すごくいいシーンになったので、やっぱりこうお話をこう語る時にやっぱ演出でその暗いことを言いながらも明るい演出をして、そこにこういい空気を作り出すってすごくこうできてるところだと思うんですよね。本当にこう演出一つではものすごく悲しすぎる方向にも行くので、すごくここはそのバランス取れて泣けるシーンになったんですよね。これね、最後がねまた ねこれだよ ね、 そうですよね、最後もぜひみんなね、その後しっかり見てほしいみたいな感じですもんね。ここもねリテイクしました、いたじいさん、これだよこれなんで鶴木くんはずっとこの制服なのかって話、あれは校長が許してくれてるからです。なんかライモンの制服嫌いなのかなこの子っていつもちなみにここで頭身戻ってます。おー、そうなんだ、お互いなんか言われてみればちょっと なんかちまっとしたの元のあのキャラクターが見慣れた感じになりました。
音楽も素敵ですね。両方夕方っていうのがいいですね。いいですね。時間軸つながってる。同じ時間なんだよ。稲妻イレブンなんだよね。学校帰りだよみたいな。わあなんか素敵。夕日ってすごくそういう印象で、ね、暖かくて優しい印象もちょっとお酒飲みたくなっちゃう。え？夕方になるとね。これがねこの色のなかった世界。こう唯一試写を見て直してもらったとこですよね。へこの後に、うん、あの背景が出てくるんですけど、うん、これ死んだみたいに見えるんですよね。こう花畑が畑だけど花のみだとそっか、うん、だから未来都市を後ろに入れてもらって、うん、違うよって未来は変わったんだ変わったよっていうこれですね、ここ人たちも生き、まあ、人々も生きてるみんないるよっていうみんないるっていうことですね、うん、花も咲いてるし色がなかったとこからうわって色があって、うんうん、あんな灰色だったところからですよね、うんっていうのがすごくこれがいいシーンだなと思って、手振っていうのがやばくて素敵ですね。そしてまたこのフランの笑顔で終わるっていうのがね、うん、オーディオコメンタリー終了でございます、うん、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。